近づいて最後に収まりました。これでゲートイン完了です。スタートしました。16番西の言霊、好スタートを切っていますが、まず押して9番のワディアルヒタン先頭をダートに入っていきます。10番メールデゾレが2番手、3番手外13番西のフルバンク、内からは春坂へ4番手のインです。接近していく4番パイロジェント、14番ロジニムレット先端、1馬身差8番テイシャレガの内からは2番のケイゴールドが並んでいきました。3馬身がいて中段、16番の西の言霊、12番ロードシュタルク3コーナーへ向かいます。2馬身相手15番のテイシャリリキス、3番の当選ダイヤ、7番ラブリーリッキー、そして5番のアンジェリーブル、3、4コーナー中間、3馬身相手後方2頭、11番の富士の高根と6番の天文という展開となっています。4コーナーのカーブ、黄色い帽子の2頭前並んでいます。ワディアルヒタンとメールデゾレ、この2頭4コーナーをカーブして直線に向かいます。3番手間を狙うか、1番の春坂へ外からは通す、4番のパイロジェンが追ってきて残り200を切りました。後方からの追い込みはロジギブレットなど、残り200を切って前は入れ替わって10番メールデゾレが先頭ですが、1番春坂井がこれを捕まえに行く。3番手争い混戦、外からは一気に西の言霊、あるいはペシャリキスタの追っている、前は一気に広がった。ゴール。